メアリー・パナトム・プラインメアリー・パトナム・プラインは、横浜共立学園の前身、共立女学校と共立女子生書学院の前身、改正伝道女学校を創設した女性選挙士の一人である。横浜の選挙士たち大きな影響を与え、日本の母と慕われた。1820年3月31日、当、依頼者シャ・パトナムと、母、エステル。 ジョンソンの11番目の抜所としてニューヨーク州オールバニーに生まれた。パトナム家は代々スコットランド長老派協会の協会員だった。1832年に12歳で新興告白をしたオールバニー第一長老協会の会員になった。1838年にサムエル・プラインと結婚した。1000歳の子供5人と自分の子供8人と暮らす。結婚と同時に オルバニー第二改革派協会に展開した。その協会は社会奉仕活動に熱心な協会で、メアリーは日曜学校教師、聖書研究会の主催、婦人構成施設の設立と運営、南北戦争の支援活動、高科学校の設立と運営などの活動を中心的に行った。同じ協会に後に日本に選挙師として派遣されたケイト・ m ヤングマンがいた。 1862年2月、夫サムエルが病死すると、メアリーは残された人生を、奉仕活動に捧げる決心をした。1869年、JH バラが横浜から、米国に一時帰国して、メアリーを訪ねた。6週間滞在して、メアリーの活動を見て、横浜の根結時のための養育施設を設立するに、あたり、責任者に適していると確信し、 日本での活動を要請した。メアリーは自分が支部副会長を務めていた米国夫人、一致外国伝道協会にこの計画を図ると横浜に選挙地を設け事業を開始することが決定された。米国夫人一致外国伝道協会の理事会はルイーズ・ピアソン、ジュリア・クロスビーの2人を同行者に選出し、3人は来日した。3人は 横浜に到着して2ヶ月後に8月28日に横浜山手48番地にバラの家屋を借りてアメリカンミッションホームを建設した。プラインは初代総理になりワムズ横浜選挙地とホームの責任者になった。クリスマスまで28人のホームの家族になった。根欠時の問題が薄れると日本人の子供も預かるようになる。1872年に 山手212番地に移転した。上京派の伝道会では、ワムズが経営する集会には、どの教派の人も、容易に参加できる雰囲気があったので、横浜ユニオンチャーチや日本人を強めて、日本人最初の教会、日本キリスト公会の設立の源になった。横浜山手212番地にあった、アメリカンミッションホームとプライン、ピアソン、 クロスビー1873年の千葉で沿道旅行に行った J1 原夫妻と娘二人と小川義水夫妻にプラインも同行する。1875年に日本の気候が合わず健康を害したプラインは1875年9月に帰国する。後任はジュリア・クロスビーが二代目総理になった。帰国し静養したプラインはワムズの副会長として活躍して、 1882年12月、宣教師として、新国に赴く。上海の女学校を設立のために働いた。1884年に、脳一血のために倒れ帰国した。1885年2月10日に死去した。ありがとうございます。